ば金太郎率いる松竹の SBK48 アンド春風みずほ、披露するのはビッシュを中心に結成された道玄坂43の強肉弱食時代を披露。ミュージックビデオでは海から現れたモンスターに対しメンバーが勇敢に立ち向かい、最後は打ち勝つというもの。果たしてその結末は。吉田正樹君でございますけど、相変わらずもう似てるね。いやめっちゃ嬉しいです。めちゃめちゃ嬉しいです。吉田正樹君も、はいはい、いや特徴掴んでる、ね、そう、だから歌い方のね、辻谷君ほどは特徴ないけどしっかりと、もう要所要所もう何回も聞いて、うん、猛練習してって感じでしたね。吉田君から来て須田君のモノマネ良かったですか。いやもうほんまに弟子にしたいと思ってます。やかましいわ。そして松竹のグループなんですよね。はい、すごい人減ったね。そうそう、9人ぐらいいたんですけど、いましたね、どんどん辞めてって今2人しかいなくなって、ちょっとやばいんですよ。やっぱ毎回相撲で落とそうとするのがどうしても、そこですかね、どうしても嫌やったんちゃう、やっぱり。あれじゃなかった、最後四股踏むっていうのが、はい、現場では四股の音で歌が聞こえなくなるっていう。そうそう、たまに落とすんじゃないですか。現場でですからね。